皆様こんばんは。間違えた、こんにちは。もう夜じゃない。りょうじいさん音符ありがとう。いや寒い本当に。ちょ上着着よ。いずこへ。ちょメンテナンスでございますよ。もうテンション高い。さきちゃん音符ありがとう。寒い。あのさっきまでちょっとジムに行ってたんですね。で、あの久々に下半身を思い込みまして、あのそうすごい気持ちよくてテンションが高いです。で今もうお家帰ってギャッツビーで体拭いたらもう寒くてびっくり。みゃんこ先生ありがとう。ゴルダルちゃんそうだよね、平日の15時半はやばいよね。やばいよ本当に。りょうじいさんさきちゃん音符ありがとうね。ピアノの練習いいですね。あーちょっとストレッチしながら、ここを17時には出なければならないので、まあまあ余裕はありますよね。みんな一緒にいてね。恋人になって結婚して結婚ちょっと妥協して恋人になって、やっほー。ちょっとストレッチしてないからさしとこ。一個結婚して、家で疲れとるわそれは。キングおめありがとう、みんなのおかげね。確かにアーシャ仕様にしてほしいよね、ちょっとゴルダル女王せっかくならね。橋本ちゃんゴルダルありがとう。今股関節こうやって伸ばしております。うん、あお散歩に行こうと思ってたの。いいね、キヨニーゴルダルありがとう。こんな真っ昼間に真っ昼間にすまへんな。あやばい、エアコンが泣き出した。いい天気だよこれ。自然光です、自然光すごい。今ストレッチしてる。エアコンがとりあえずお化粧と髪の毛をしてちょっとお着替えをねできたらいいなと思います。いやほんとよ、引き続き今日も暑い。あこれだ。え今日ほんと家出てて、こんにちは。いやまあまあの音やろ。あ私もう工事音とともに、工事音でも寝てました。工事音の中でも寝てた。いやリズム感トコトコトコ。アイスコーヒーいいね、コンコンいってるよね。浴衣着てくれるの嬉しい。いいね、ワクワクじゃん明日。やっぱさ物が届くのってちょっとワクワクする。私キツツキしたわ。雑な怪物やべえ。キツツキ買っててごめんなさい。あまだ工事してるのね。そうそう、えモールス信号だったらやばいね。お願いここから出して。エアコンの中に誰かいる？今この棒で足をマッサージしております。なんかいいらしいよ。ほんと普段こんなことしないけど。ほぐしてあげよう。うん、この後エアコンから
エアコンが鳴いてるんです。びっくりするでしょう。たすけてって聞こえるよねモールス信号で。え、これみんな聞こえるよね。リズミカル。このリズムに本当に乗れるます、乗れます。 BPM 上がってる。ほんとサンソンさんハートありがとう。家出、そう家出するんです。私家出少女になります。ミキヤくんハートありがとう。ヘリコプターの音やばいやん。ブライアン、私がもうほんと画面のその下でこの音なんかやってるみたいです。めちゃちょっと小さくなってくるので。こうやっておもぐらもねマッサージしてやめましょう。ハムストリングス、そしてふくらはぎのね裏、ふくらはぎだね、ふくらはぎもマッサージして。う、痛い痛いわ。止まりました。連打だったよね。やっぱ結露してるんかな。アフリカから来ましたね。本当に一曲終わったね。え、何の間の休息っていうの？速の間の休息？束の間の休息？束の間か。面白い。うん、ちょっとMC ですね。はい、皆さんこんにちは。あ、まあいいでしょう。しょうなら叩いて直す。コンサートだったんだね今、エアコンなりのサンソンさん本当ありがとう。ポンっとつかの間、茶の間、やっほー。今ストレッチ中。キヨニラッパリンゴゴリララッパパセリリンゴゴリララッパセリリンゴゴリララッパパセリリンゴゴリラ。一旦止めます。え、もうみんなさ、なんか公演記念写真の撮影をしますとかさ、もう覚えちゃってるんじゃない、もしかしたら。ありがとうキヨニ。浦部さんだるまありがとう。そう、エアコンの音なの。あ、お茶の間さん素敵な曲ばっかりって思ってました。リンゴゴリララッパパセリリンゴゴリララッパパセリリンゴゴリララッパパセリリンゴゴリラ。しりとりと打つとしみじで、それが出てくるのすごい。いける。なんで、え、パセリ来たって思ったら、あ、そっちのパシャね。パセリリンゴゴリラだった。パセリリコチ、眠いです。眠いです。
眠くなってきた準備していくか。急に眠たくなってきた。ツヤしたい。お眠。お眠眠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 。テトリス。やばい、負けてるぞ。私が始めた。やばい、また唐突にさ、こうやってゲームを始めて。前の自分。あ、なんで。前の自分下手くそすぎるで。昔の自分を責めないで。君は十分素敵だよ。やばい、唐突にまたさ、テトリス始めて。みんないかがお過ごしなうですか。姿勢よくね。テトリスをプレイするときは姿勢よくっていうのが私たちの約束だから。テトリス。諦めるな。
呼吸をすることを忘れそうだったよ。僕はちくわの中身を覗いてしまった。イケボ。やばい！何するのよ案件だよこれは本当に。でございます。あ、187日ありがとね。え、いいな、鬼滅の最終回。安西先生、あ、やばい、もう T スピンやりまくりたいな。ちょっと今のは気持ち悪かったよね、ごめんなさい。今の並べ方こんばんは。もう私の時間軸はこんばんはになっているのか。さん、ありがとうね。おお、チャオさん、だるまありがとう。これだる。ありがとうね。え、お礼早くしたいけど、ちょっとゆっくり。手すりも変な。してくださいませ。
しぶりでございます。え、ていうか工事始まったね。もう長いの来てください。すいません、長いのの出番でございます。すいませんが、まあちょっと長いのの出番でございます。うぶぶべい、いいものあげる。渋くなるよこんなの。やばい、本当に一生の おしまいおしまいだった。でももうもう耐えられません。奥さんですよ。でもこれは負けられないんだ。スティッチが今喋った。私の中にねスティッチがいるんだけど、やべえやよ、やべえやよ、これは負けられないんだ。私の中のスティッチが今喋ったから、スティッチが出てきたら私本気よ。いつもずっと本気やったけどね。あ、はい、借金返済中です。ご主人今何中ですかって聞かれたら、はい、借金返済中です。負けられない戦いがここにある。お、みんなすごいことになった。これ画面つなげてみんなに見せたいぐらい持ちこたえたよ。今日はなんかラーメン屋さんの前に通ったらカバライ金、やっぱり買っちゃった。カバライ金、カバライ金払えたよ。過払い金払えたよじゃないよね、過払い金返済できました。皆さんテトリス借金、テト借金、みんなありがとう、見守ってくれて。アイさん、音符にだるまちゃんにありがとう。奥さんまたやんさんもこれだるに音符ちゃんありがとう、ありがとう。あ、長いのくれた、棒くれた。スクショされた。うん、ゴルダルはね多分だけど7月末まで投げられるんじゃないのかな。7月25だとかだったと思う。やばくないか。うん、チャオさんゴルダルありがとう、ミッキーさん音符ありがとうね。みんなの読めなかったコメントを見ていく。テトリス、ナウシカの動物館あるねどういうさ、あのあれ、あの感想好きやわ。下唇のスクショはダメです。あなただけの下唇にしてポーユンさん、第46回テトリス女王46回やったの、音符ありがとう。
ね、抹茶たい焼き、ゴルダルの後は抹茶たい焼きじゃん。え、もう渋滞だよね。なんかもうスタッフさんともとかもさ、え、そんなのちょっと予想していなかったのでちょっとやばいです、ゴルダルとなんかたい焼き並走してしまいますみたいな感じになっちゃわないのかなと思ったりする。愛さん音符ありがとうね、ゴルダルちゃんも。言うサイムなしに、うん、あ、テトっていうことか。じゃあ今から顔の準備をしていこうかなと思います。あーでも本当になんかまだ足がプルプルしててジムってだよね。だるまがなければたい焼きを食べればいいのよ。すごい、あら、ショールームに侵された、あのマリー・アントワネットや。ジムが聞いております。なんか下半身を鍛えたらなんか上半身にもやっぱり体幹で固めないとダメなんですよ、力をね。うってしとかないとダメだから、なんか上半身にも きつくって。そうだよね、非公式っぽいけど1タワーも含めたらね、三冠王なんだよね。すごいよね、みんながすごいんだよ。アスリートバランスよく鍛えていくわよ。明日も時間があれば行きたい。もうほら目がバキバキになってる。ほら、じゃあ今から動き始めますか。はい、第1回リコチオ最終的に、ああチャオさんこれだらありがとう。伸びる伸びる、うー伸びる伸びるうん伸びた、うん、揺れる日が暮れて暮れる。私多分だけどここに口内炎いる、うん、旦那オーディションはもちろん。テンションが気持ち悪いね私今本当にジム後ってこうなるよね。ああ動けないよ。これなんかもう寒くない、ギャツビーが寒すぎだ本当に。よいしょ、やばいね、あと1時間か。ドバドバテンションでございます。よし、みんな私の配信に付き合ってくれて本当にありがとうね。ちょっと今からそちらに行くまでに今日ねちょっと使う、あ、コスメたちを連れて行くから焼けたパンにバター塗り塗り、やけに水がつ間違えた、やけに土が水を含んで生乾き、うん、本当にちょっと疲れました。私ジムでぐったりこちでございます。旦那なんだ、工事2期結婚して工事2期から。私も思った、リコチがちいかわの世界なら絶対ウサギでも、なんか私たまに8割っぽくないですか。めっちゃようしゃべるじゃないですか8割って、あの世界だったら。
ジムの疲労感なんか、あーって8割思ってた。ちょっとなんか自分8割っぽいところもあるんかなって思ってたりする。でも多分だけど極端に考えたらみんな8割だし、極端に考えたらみんな8割、うん、優しいところはそっくり。優しいこと言ってくれるね。ちいかわぐらい優しいよ。いや8割も優しいしさ、なんだかんだなんかうさぎも優しいよ。おでこちゃんになった。今日は美容院でなんかおでこあげたりするから、ちょっとおでこにもファンデーションめっちゃこ、うん、音符くれた。キオニー音符ありがとうね。1個あこれだろ、ありがとう。ああ外絶対暑いよね。暑いよ本当に。散歩とかね行くなんてもう本当に砂漠に手ぶらで行くみたいなもんだから本当にやめちょき。おはっこり。高雪さん結婚して、結婚うさぎより素晴らしい奇声って言われてる。ちいかわのモブやってくれるの。サンソンさんハートありがとう。うん、本当にさこの時期ってさ暑すぎて家から出たくなくなるよね。あーいいね夜中に散歩とか。そこまで言わんでもいいか。砂漠やなかった熱帯雨林でも確かにカラッとはしてないから、うん熱帯雨林。本当みんな、うん、熱中症注意だよ。6月なのに30、あもう30度とかあるの。私も一日中家にいたいものでございます。卵みたい、肌ツヤツヤになった本当に。お肌ツヤツヤ。でもこのファンデーション結構ツヤツヤなのでいい。お顔をパタパタしていくよ。ツヤ肌ネキになりました。そしたらもういいかな。確かにワンちゃんもさ絶対さ暑いよね。ワンちゃんこそさ地面からの熱とかさもろで来るやん。ワンちゃんツヤツヤツヤだったんですけど、足の裏とか熱いからさもうさ靴とか履かんといけんレベルだよね。たまに見かける靴履いてるワンちゃん。
ちの犬もバテる？バテる？バテる？うん。バテちゃうの、へっへ言うよね。え、肉球やけどしたりさ、きっとしちゃうよね。サラサラお肌に。なりましたね。嬉しい。超と、大西桃花さん、私の憧れですよ。大西桃花さん、ショールーム。粉でサラサラになりました。エスティローダーのこのちょっと色がついてるタイプのお粉なんですけど、これはサラサラに、すっごくサラサラになるから、ごめんなさい、すごいすごいバキバキスマイルしちゃった。おすすめです。2429日、すごいです。そしたらチーク、私最近チーク塗ってなかったんですよ。なんかもうチーク塗るのめんどくさいなみたいな。やっぱチークっていいね。2000日って何日？2000日やっけ？何年か、何年やろ。分かっている飼い主炎天下で。そうだよね、飼い主さん。そうだよね。うちの子もさ、あの犬実家に。実家でね、ワンちゃんいるんですけど、そうだね、もう涼しい時にっていうか、もう行ってないね。あんまりね、お散歩がね好きじゃないんですよ、うちの子は。あ、好きか、どうなんやろ。好きですか。そのうちママが返信してくると、うちの子、あ、そう、行きたがらんのよね。そう、もう行くよって言ったら、そう、お布団に入っていくでもう連れていく。おお、こんにちは。え、午後化粧が何崩れてきたら、チークを足すだけでパッとするのね。チークやっぱ大事だね。でもなんか血色感上がってさ、健康的な感じに見えるもんね。わあ、3650日で10年か。そう考えたらすごいね。唇に保湿。10年桜のこと3650日桜っていうの、かなりかなりマニアックで草よ10年って何年。総裁半年、ありがたいことに皆さんのおかげで完売したの、なんか嬉しかったです。みんながそうやって来たいって思ってない。私リキッドアイシャドウ最近塗ってる。簡単だし色が可愛い。塗ってる、塗ってない。ね、二冠嬉しい。あ、ウルー年あるから3652日桜か3653桜か。あ、もうすごい。数字が並んだらおおってなる。
こち何歳だろう、10年前、11歳。おお、じゃ あ小学校5年生。泳げたいやきくん流れたのなんか嬉しかったよね。サプライズだった。アイシャドウこんなもんで了解や。若い、昔は若かった。そりゃそうじゃん。昔は若かった、いいね。わしゃの昔は若かったんじゃ。当たり前やろ。当たり前のことを当たり前に優先主権クラコンで使えるわ。次はアイシャドウと、間違えた、アイシャドウ塗ったのでこれ。当たり前だのクラッカー。りんちゃんとは同じ小学校じゃないね。高校から。私小学校も中学校も友達いません。マジ悲しいこと言う。あの STU ラブに出てきたあのお年寄りですか。そうです、あの年寄りです。わしゃのあとはこれすっごい汗で取れるセザンヌのペンシルラインオレンジ。つらい、わからん。いやでも私本当に連絡先持ってないから友達じゃない。んーし、この子って人いない。みんな仲良くしてくれたけど、割と一匹、なんか今思えばなんか不思議な小学生中学生だったと、割と一匹狼だったなって思います。みんなと仲良くて属さないタイプだったから、これといったお友達がねいなくて。浅く広くだったのかな。だから割と悩みだったかもしれない。気づかなかったけど、あの頃そういうことか。依存し合う友達がいなかった。マスカラ、うん、あ、同じ？ST ローダー、確かに STU っぽいね。同じ人いる？そう、ここな小学生ちょっとかっこいい言い方するとね。なんだかんだでも一人が私も好きだな。一人で一人の自分時間をね使うの楽しい。
から塗ってます。気づけばここ私も一緒だね。目力アップ、やっぱまつげがあると変わりますね。怖い。確かに大人になってから心開ける友人がね、一人でも入れればいればいいなって思うよね。私もそう思う。強がりめっちゃおもろい。5kg のお米大変だ。5キロか。ん、もしかして5000円。高級。ああ結婚してから離れていくのか。今日は草間塚どうか。卵高いよね。私昨日卵買ったよ。遠いね。大丈夫。確かに大人になるとお友達って多分できなくなる。私がもし普通の会社員になるってなったら多分友達できた。研ぎ澄まされたお米。もうこんな時間？学級委員長とあでもなんか総務委員だったよ私。でも委員長とかじゃないよ。総務委員は毎学年やってたね。そういうの積極的だった。根も葉もないような噂はどうでもいい気にしないの。
できた。わお、こう、コルダルありがとう。総務委員はなんかクラスのリーダーみたいな、新しいクラスのリーダーじゃないんですけど、クラスのリーダーみたいな。コルダルありがとうね、貴族だ。上半よ。ああ、髪の毛も美容院行くし、このままでいいかな。でもこの人ってみたいな風に思われたりしないかな。そんなの気にしてたらダメだよね。何のチェック？なんか唇切れてて、そこだけが赤いから。ここら辺の線やばい。めっちゃ。いいね。そのまま行く？整髪料とかつけずに。私もそのまま行こう。大塩平八郎です。どうしよう、あれは服どうしよう。このままでもいいけど、ズボンも変えた、変えて。人だな、なんか冴えない人だなって言い方もやばいけど、何があれだろうな。デニムじゃない気がする。暑いしね。暑いし、今日デニムじゃないみたい。これでいいんじゃない？スラックス。ちょっとシワシワだから、ちょっと今から来て馴染ませたら、まあ、もう1時間ちょっと準備しよう。こんな感じかな。いいのでは。いいのでは。こんな感じにちょっとなりました。これほんと楽ちん。
シャツのまんま。お嬢さん、ポーユーさん、再びキャンキャンルーム出演へ、本当ありがとうね。お嬢さん、ゴルダル、ありがとう。 Love your hairpin, thank you。 こんな感じでございました。ウエスト上げたい上げたい上げたい。ウエストベルトはしないかな、しなくていいかな。それでいいのでは。ありがとう。臭いかも。あ、そんな臭くないかも。え、どっち？うん、臭くない。足にフッねえよ。チフ、なんか足にね、ペディキュア、足に塗るマニキュアのことペディキュアって言うんですけど、ペディキュアをしてないのは、なんか、え、ペディキュアをせずにサンダルを履くのは、なんサンダル履いて家を出るのは、なんかパンツを履かずに家を出るのと一緒らしいんですね。はあ、今でちょっと少しでもこの人ちゃんと手入れしてるってところをちょっと出したいので、艶やかなピンクっぽい。マニキュアを塗っていきまんぼう。たかけいさん、レインボースターありがとう。暑いとはいえちゃんと履かなければ。大丈夫よ。でもほんとほんと暑いよね、この世今。この世、どこよ、やばい。私の小指ってマジでちっちゃい。足の小指の爪、まあ、手はいいでしょう。別に手元は気にしないので。トコヨってさ、あれだよね、死後の世界よね。
はいいよ、安心してください、履いてますよってところを見せたい。でも今さ、もうほんと下半身さ、小鹿ちゃんだからさ、なんかジムからさ帰る時もさ、これだったら普通だったら15時に間に合うんじゃねってとこもさ、とこの時間普通にそんぐらい余裕持ってたのにさ、全然早く歩けないからさ、ゆっくりになっちゃって、やばい、あと30分になりました。お時間大丈夫ですか？優しい。大丈夫そうだよ今のところ。よし、足にペディキュア塗れました。サンダル履く、乾いて乾いてね、乾いてって口で伝える。ゴルダル仕様のサンダル、そう、ゴルダル仕様のサンダル着る、履く。まあこんな感じでよかろう、よかろう。そしたらこの子が乾いてくれるまで私は歩けません。リコチとすれ違ったらきっと固まっちゃう。大丈夫やけ。すれ違うかな。私でも結構すれ違うこと多い多い。あーってなるとき。うん、いいです。ちょっとチーク濃くしようかな、もうちょっと。残り色を、残りがとかじゃなく残り色を。爪乾かし中。しかも乾いたかどうかもあんま分かんない。今思えばだけど、人差し指の爪大きいな。人差し指。緊張した後ずさり。大丈夫だよ。触ってさ指紋つけちゃう系だよ。あ、でも割と、あ、先に塗った左足は完全に乾いたね。乾いたよ。右足、最後に塗った右足はどうかな。もうこんな感じで大丈夫。なんかアクセサリー最近つけてなかったの？ネックレスとかつけとく？別になんかないけどな。つけとく？別になんかつけたいアクセサリーとかないもんな。いつもつけてたやつ。
見つけた。よし、いい感じ。みんなと一緒に準備できた。夏の花はひまわりだけじゃない、いろんな種類花が咲いてるのに。どうですか、良いですね。ちょっとこれをつけてみました。ちょっとなんかブラックなコーデなので周りがね、ちょブラックで締めてみました。じゃあ行ってこようかな。今から余裕持ってね出たいので、みんな私のあの付き合ってくれて本当にありがとう。じゃあ6月20日今日。集中力が途切れてしまうときは温かいお茶やコーヒーを飲んで少しぼーっとする時間を作ってみましょう。頭の中が整理されて仕事に集中できるようになり、ま、なりそうです。今日仕事ないです、すいません。うんけオフっていいね。すまへんな、すまへんな、今日ショールームぐらいしかお仕事ないっす。だからいいね。じゃあ行ってくるわ。みんなありがとう、見守ってくれて。おかげでもう無事にあのペディキュアも乾いた。ミニストップ寄っていきたいな、東京まで歩いて寄っていくみたいなそういうこと。ありがとうございます皆さん。じゃあお供、私いつも美容院では本読んでるので、ちょっと星の王子様でも読み始めようかなと思います。メンテナンスへ行ってまいります。ほんと皆さん、あのずっとぼーっとしてる場合はもうそのままでいいのでは占い外れてるね。ずっとぼーっとしておこう。でも結構今日ぼーっとできる日だから、多分それは明日に備えてってことだからね。そう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 。じゃあ皆さん行ってまいります。またねみんな。39から読み上げます。チョウカさん、ポンさん、ケビンコリー、フライさん、ブンちゃん、マコトさん、あ、変わっちゃった、もう一回読むね。クジラちゃん、カモちゃんズ、ポンさん、ケビンコリー、フライさん、マコトさん、ナベさん、ウラベさん、スーパーモモンガさん、フォーユー、三冠はリコチの人間性、美容院行ってらっしゃい、ありがとう。一個、ワタヤン、サンソンさん、クマケンさん、トモさん、ワタアメさん、モビさん、大北、ミキさん、わらびもちさん、オロハネさん、マシャさん、テイクンさん、ブンちゃん、セイクンさんだった、セイクンさん、ブンちゃん、ヨモリンさん、キャスパーダイくんさん、クローバーさん、高幸さん、なべなべ所長、ミッキーさん、ボヤッキーさん、渋谷ヒカルさん、サンパチさん、渡辺さん、そして本日の秋元先生枠は愛さんせいで愛先生でした。ありがとうございます愛先生そしてお嬢さん、山根さん、ありがとうございました。そして本日のメルヘンチェンジ第3位はまるさんでした。まるさんありがとうね、ありがとうございます。第2位はキヨニーでした。キヨニーありがとうね、キヨニー。そして第1位はチャオさんでした。チャオさんありがとうございます。チャオさんありがとうね。そして皆さん、平日の15時半からというもうすごい変な時間に、もう鬼畜な時間に配信を始めたんですけど、皆さん訪れてくださいまして、そしてコメントとかねしてあのいっぱいしてくれて、私のこと 見張ってくれてありがとう。おかげでダラダラせずあの準備ができました、みんなのおかげで。じゃ行ってくるね。のりみおさんいいね、ありがとうありがとう。今からあっちのカバンにしようかな死後です今のは。ありがとうねみんな、ありがとうございました。皆さんもこの後も多分お仕事まだ続く人はとか夜勤とかこれからだよって方頑張ってくださいね。じゃあ皆さん今日も午後この後ラストスパート、あ、お財布も持つね、ありがとう教えてくれて、そうじゃん一番大事、ありがとう。じゃあ皆さんも健やかに過ごしてくださいね。それではいきますよ、せーの、えいえいおー、健やかに、みんな健やかに過ごしてください。またメール送ります。で夜配信も帰ってきたりするので待っててください。ね、お互い頑張りましょうね。じゃあねー、えいえいおーまたねー、またねー、じゃあね、行ってきます。
もうこんな時間だ。じゃあ行ってきます。バイバイ。行ってきます。